これテントの隅で見つけたの。綺麗でしょ。いや、人参嫌い。羨ましいよ、本当。夢をいっぱい持ってる人が。お兄さんが今行くわよ。ああ、ガラス越しの関係なんて寂しいわよね。綺麗なお姉さんは好き？くるみ割りおくん、あとは任せたわよ。化粧っ気なし、色気もゼロ。プロポーションはまあまあだけど、勝負は目に見えてるわね。この子かわいい。さあ、どうかしら。私を捕まえたら教えてあげてもいいわよ。じゃあ僕たち、最後の人間になれたんだ。フリー、ぜひお手並み拝見したいわ。それでさ、それで私が助けてあげるから、本当に約束するから、その代わりね、次の新月までずっと一緒にいてって頼んだら、あなたどうする？タマスは僕の先輩特許よ。ちょっといい？ついでだからその子にもいい夢見させてあげたら。でもこのままじゃどうせ僕たち北斎の仇も取れずに消されちゃう。どの子もいまいちね。ナンパっていうよりただの怪しい人ね。似合う？薄井良樹のデザインなんだよこれ。パース。ねえ、その前にあなたにも教えてほしいことがあるの。のんきでいいよね。早くこいつら始末して帰りましょうよ。そうはさせないわ。日頃から鍛え抜かれた回し太郎くんのボディにあんたたちの歯が立つわけないでしょ。ふん、相変わらず趣味悪いんだから。下手くそ。僕のために喧嘩するなんてダメ。私のことはあなたが一番知ってるでしょ。見つけた。目の前に気持ちいいことっていっぱいあるのにさ、夢なんて叶うかどうかもわからないものの方がなんでいいって言うんだろう。もちろんさ、君はもう僕なしでは何もできないんだからね。やっぱりこっちの方が確実よね。夢をいっぱい持ってるってそんなに魅力的なこと？よろしく。ラッキー。残念、外れたわ。ルージュ、北方君に気に入ってもらえるかな。レオタード。私はね、ちょっと退屈しちゃってるの。誰か遊んでくれないかなって思ってるの。オーマイガー！